なんと繊維でできてます。でなかなか切れない。8ミリで50センチ。ジャパンカーレスキュー。なんだっけ。ウォーターフターマーケット。はい。in 仙台暁ブースで出店してます。はい。まあ、ちょっとこれ公開される今日する時間差でしょ。時間差。行ってきましたっていう。そうですね。なるでしょ。今おすすめこれアルテマロープウインチ用って、まあ何かっていうと普通の積載車についてるウインチってワイヤーなのね。分かれちゃう。分かります。綺麗なやつですね。そうそう。ワイヤーってほら鉄だから傷つくじゃん。でもなんとこのアルテマウインチロープはこう見える。なんと繊維でできてます。でなかなか切れない。ちょどっかに破断書いてあったと思ったけど。これジャパンカーレスキューでも使ってます。実際見てもらうとここの良さ分かります。お客さんの車に傷つきにくいっていうが今一押し。これ僕個人一押しです。個人的な個人的に一押し。ジャパンカーレスキュー。あとはこの辺映る。あ、これこの間、はい、撮ったやつね。あの後期のね。この辺撮ったやつ。これがエアバッグも撮ったよね。エアバッグも撮りましたね。そう、エアバッグ撮ったんだけど、なんとこれこうやって、はい、あ、ここは一緒じゃ。で、このコンプレッサーで、なんと飽きたこのコンプレッサーで6グラム。すごい。じゃあまずこれ車上がったらね。はいはい。車これでこのコンプレッサー使ってこのサバのエアバッグで車全然片側キュッと上がる。脱輪とかに脱輪した車とかにやっぱ現場でこれコンプレッサーついてない車とか、うん、これを持っていけば使えるっていう。めっちゃ便利で、ちょっとここモザイクしてほしいんだけど、特殊なアタッチメント使ってます、はい、特殊なアタッチメント、セットで売ってます。これとエアバッグとホース。ぜひ気になる方はご連絡ください。これのいいとこまでよくプシャンって抜けちゃうのエアって。なんか引っかかってチャックってあるんだけど、その引っかかってシュッて抜けちゃうんだけど、これ引っかかっても簡単にほら抜けてこない。でこうやっとゆっくり空気が抜ける。安全面も結構いい。ちょ調子悪いやん。そう、安全面にも非常にいいホースを使ってるからおすすめ。チャック、これもセット。コンプレッサーとホースとマットセットです。今ならなんと電話ください。スタックは分かります。分かります、はい、どのところに。そうです、雪とか、はい、何でもいいです。あとは縁石とか、はい、でもそういう時に使いますよっていうもので、暁はそもそもこのマッタの空気入れだけを採用したんですよ。これを採用するまではどうしてたかっていうと、コンプレッサーとスタートブースターを持って電源を持って走ってたんです。で置いて他のものを取りたりとかしてたんですけど、これに変えて機械式駐車場というか狭いスペースとかもうこれ1回で済むようになったので、ものすごい重宝してたんですけど、さらにこのアタッチメントをオリジナルで作って、このエアバッグと接続できるようにしたことによって、この空気入れを使って脱輪スタックとかの作業、あとは横転した車両のスリングベルトを通す隙間を作る、いろんなことに使えるようにといって作ったもの。脱輪見たことありますか。ない、はい、どういう状況を脱輪って言いますか。側溝とかに左のタイヤとか、はいはい、後ろのタイヤがこう挟まってる状態。そうですよね、はい、もうちょい左もうちょい左
はその速攻にタイヤが落ちてしまったことを一般的に脱輪とか言うんですけど、はい、その時って今まではこうやってやるジャッキとか、はい、パンダジャッキっていうので上げてたんですけど、落ちちゃってるからスペースがないわけ、ジャッキを入れる、はい、ところにこれ厚さが 2.5cm。 あ、なるほど、薄いんですか。薄い、はい。なので今まで入れられなかったスペースにまずこれが入る、はい、でボタン一つでクラム、はい、はい、でこれ1回で脱出することもできますけど、これで1回で脱出よりはその馬をかますとか、はい、かさ増しの木をかますとか、あとはジャッキを入れるスペースを作ってあげるっていう、そのきっかけ作りとして、なるほど、はい、活用いただける。でこれだけで出るのであればもうこれだけで脱出、今までよりもこれを使うことによって入らなかったスペースにまずこれがエアバッグが入ってあげることによって、空いたタイヤの下にキーかませてこれ抜いてそのまま脱出とかもできるので、作業時間が今までの5分の1くらいになったっていう声をよく聞きますというすごれもの。これ車的にはどれくらいのサイズの車まで上げられるんですか。これの荷重がなんと9トン。え、あ、じゃあ普通にトラックとかも、まあ、でかくないやつだったら、はい、セブンイレブンの配達とかのやつだったら余裕で、ただやっぱりここにかかる負荷、圧力が高ければ高いほど、はい、やっぱりコンプレッサーがちっちゃいので、あの上がっていく時間はすごいかかるんですけど、はい、上げられるあとはね、なんかおすすめありますか。おすすめ、アルテマスリングのラインナップが増えます。ラインナップが増えます。今まではこの8ミリで50センチ、結構いろんなところでもっと短いのないの、小箱用にみたいな声が多かったんですけど作りました、はい、あと8ミリで 2.5 メートルの長いサイズ、はい、丸釣りできるように、はい、2.5、3、3.5 のラインナップを増やします。あと遠ミリでも5メーター、5メーター、はい、はい、を増やします。そんな感じです。もっとあのおすすめ商品はいっぱいあります。ただほら、で持ってくる分はこれしかないけど、カタログもあるんで、ぜひあのカタログ欲しいっていう方は連絡もらえれば、おーちゃんが発送します私が発送いたします発送だけよろしくお願いします。お願いします。じゃあおーちゃん一言。発送業務は私が頑張りますいっぱい買ってください。よろしくお願いします。じゃあ終わります。ありがとうございました。あのオートアフターマーケット暁ブースからお送りしました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますやっぱ慣れないっすねこれジャパンカーレスキュー。なんで撮ったやつ。はい、え、なぜ今なんかした方がいいのかなってなっちゃうんですけど、ちょっとしたオフショットです。あ、本当ですふとした瞬間も素にならないように気をつけてあ、やっぱ今日なんですか。ちょっと斜めがでかい。また事故が起きるよ気をつけて、はい、あの、サワさん、ファーストコンタクト噛んじゃったら行きますか。あと、もっともっと、はい、はい、タイヤつけるタイヤの下に入れます。
ました。